奇跡の逆転残留を目指すマリオ FC、 ホーム最終戦でサポーターが見守る中、4位カリブパイレーツに挑みます。遠藤コーチは前節からスタメンを変更。一方デュエルキングスに敗れカオスリーグ優勝は絶望的となったカリブパイレーツ、大量得点を必要とする中、トップ下にジャックスパロー、最前線はルフィとゾロの2トップで勝負に出ます。前節の勝利を無駄にしたくないマリオ FC、 序盤にペースを握るとスーパースターのオープニングシュートで幕開け。対するカリブは麦わら三強を中心に攻撃を仕掛け、最後は3時強烈なシュートでしたがクッパ見事なセーブ。その後もアグレッシブな姿勢で4位の相手と互角のゲームを展開するマリオ FC。 しかしカリブパイレーツも強固な守備ブロックで相手の攻撃に対抗、最後の砦にはバルトロメオも立ちはだかり、決定機と呼べるようなチャンスを作らせてもらえません。したたかに反撃の機会を伺っていたカリブは30分パスを回しながら逆サイドにボールを展開。サンジのパスを受けたルフィがこの位置から右足一閃。スコアを動かしたのはカリブパイレーツ、船長が迷わず打ったシュートは速度コースともに完璧な一撃。するとこのゴールが口火を切り、カリブのゴールショーが開幕。38分、この位置で受けたキャベンディッシュのクロスにゾロが飛び込んで2対0。42分には華麗なトラップで受けたジャック・スパロウのお膳立てから、最後は3時12分間で3点を叩き込まれたマリオ FC、 予想外の展開に選手遠藤コーチまでもが戸惑いを隠せない中、前半終了のホイッスルを迎えます。そのマリオ FC に敗れカオスリーグ残留に黄色信号が灯ったボールユナイテッド、ホーム最終戦でモチベーション高いディズニーキングダムの本拠地に乗り込みます。最下位 TikTok シティが敗れたため、勝利すれば自動降格圏への転落は阻止することができるボールユナイテッド。しかし抜擢に応えたグーフィーの息子マックスに左サイドを突破されると、最後はゴール前でロクサスに決定機を与える大ピンチ。ここはプレミアボールのスーパープレイで乗り切りますが、直後のコーナーキック、アラジンのシュートをクリアできずディズニーに攻撃を立て直されると、そのアラジンのパスから最後はソラ、ゴール前の混戦からあっさり決められ、いきなりビハインドを背負ったボールユナイテッド、すぐさま同点に追いつくべく27分、この位置で受けたパープーロが迷わずミドルシュート、思い切りの良さでゴールに迫りますが惜しくもクロスバー直撃。さらに30分、染岡が反転してチャンスメイク、スルーパスに走り込んだマスターボールがシュート、しかし今度はポスト直撃、チャンスは作るが仕留めきれないボールユナイテッド、こちらもリードを許したまま前半を折り返します。3点を追いかける後半を迎えたマリオ FC、 遠藤コーチ自らピッチに入りチームメイトをバックアップ。すると53分、ネスのクロスにパックンフラワーが合わせ反撃を開始。64分には途中出場のソニックが快速を飛ばしてゴールに迫りますが、ペナルティーエリアに侵入した際にエースともみ合ったのをファールとみなされ、スライム主審のホイッスル、しかもイエローカードまで提示され、ジャッジにも見放されてしまいます。そんなマリオ FC を尻目に大量得点を狙うカリブは選手交代、ルフィに代えてキットを投入。すると80分、ゴールキックのこぼれをキャベンディッシュに拾われると、足が止まっていたマリオ FC の守備陣は反応することができず、そのまま独走を許し、最後はキットに決められ失点。4対0とされ、さらに点差を広げられたマリオ FC、この直後再びキットに決められ5対0。終盤にはヒートアップしたソニックがキットと揉めるなど、後味悪いまま完敗を喫したマリオ FC、 前節の勝利で得た自信を踏みにじられるかのような大敗を喫し、カオスリーグ残留に影を落とす1点となってしまいました。試合後遠藤コーチは、完全にプランを間違えた、これは俺のミスだ、あれこれ言っている暇はなく最終節で勝つしかない、絶対にサポーターを悲しませるような試合はしないと、最終節 AC ヴィラン戦の勝利を誓いました。一方5対0という夢スコでまさかの大勝を収めたカリブパイレーツ、上位3チームが勝ち点を落とすのが大前提ですが、最終節で3点差以上の勝利を収めた場合、4位からの大逆転優勝もあり得る状況を迎えています。
マリオ FC も敗れたため、勝利すれば自力でカオスリーグ残留を決めることができるボールユナイテッド。同点を目指すべく迎えた60分、ディズニーに華麗なパスワークで攻め込まれると、抜け出した空の折り返しからロクサスにボレーを叩き込まれ失点。久しぶりのリーグ戦ゴールを決め、チームメイトから祝福されるロクサス。しかしボールユナイテッドにとっては痛すぎる追加点。2点のビハインドを背負ったまま迎えた68分、タイマーボールが染岡とのワンツーで抜け出すと、スルーパスに走り込んだのは右サイドバックのサファリボール。ついにこじ開けたボールユナイテッド、ようやく反撃ののろしを上げるゴールを決めて1点差に迫ります。その直後、主君の2人を下げてボールガイとロックマンを入れたハビエル・ピヨ監督。すると74分、スーパーボールのクロスからそのボールガイがヘッド。素晴らしいポジショニングで合わせたシュートでしたが、惜しくもゴールならず。ボム兵も投入し、さらにギアを上げるボールユナイテッド。右サイドをドリブルで切り裂くと、途中でストップしてためを作るボム兵。ロックマンの上がりを待ち、このクロスに飛び込んだのは染岡。ボム兵がうまく時間を作り、最後は染岡が素晴らしいオフザボールの動きからゴールを狙いますが、キーパーのファインセーブに阻まれ、この決定機も生かせなかったボールユナイテッド。ディズニーの倍以上となる14本のシュートを放ちますが、最後まで2点目は生まれず痛恨の敗戦。この結果、カオスリーグ残留を決めることはできず、勝ち点1差の中に3チームがひしめく残留争いの行方は最終節までもつれる事態となりました。マリオ FC、ボールユナイテッドともに敗れたことで喜びの声を上げたのは TikTok シティ。クラブ広報誌ティクスポでは、神は我々を見放していなかった、最終節のワーナーユニバーサルアルビオン戦に勝利すれば残留を決めることができるだろうと掲載。さらにデデ監督はフロントに補強をリクエスト。今シーズン終了まで、つまり最終節限定で3名の選手を獲得。中でも注目はマリオ FC でのゲストプレイで注目を集めたボルサリーノ。高速のシュートで TikTok シティを残留に導くことができるか注目です。